中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。さあ今日はですね、外国人選手についてね、話をしていこうと思いますね。まあもう、8月の半ばになってくるとですね、まあ来季の契約が勝ち取れそうな外国人選手、もしくはですね、まあ残念ながら戦力外になってしまう外国人選手っていうのがね、まあある程度まあこうね、判別する時期だと思うんですよね。はい。あと8月と9月でもうね、シーズンは終わりますからね。で今日はですね、まあ、残留できる外国人、いやちょっと厳しいかなっていうね、外国人選手、これをね、まあ、私なりに考えたんで発表したいと思います。まずメヒア選手。まあ、メヒア選手はですね、まあ、去年はね、すごくいいピッチングをしたんですよね。まあ、途中入団だからね。でもね、今シーズンのね、メヒア選手はちょっとまあ、ピリッとしませんよね。ある日ですね、阪神戦に登板して、5回7失点とね、まあ、大きくね、点を取られた試合もあったりもしますし、ちょっとね、今シーズンのメヒア選手はですね、まあ、先発として登板して、長いイニングをね、ちょっと投げることができないんですよね。残念ながら、打ち込まれる試合も何試合かありました。そうなんですよね。で、今ってもう、あれじゃん？投高打低じゃん？投高打低でね、防御率も確か3点台後半から4点台なんですよね。まあ、こうなってくるとね、まあ、来季以降の契約っていうのがね、ちょっと、まあ、厳しくなる可能性があると思うんですよね。だからまあ、メヒア選手に関してはですね、この8月、9月はですね、まあ、先発として登板するチャンスはまだあると思います。だからまあ、このね、9月までにね、まあ、なんとかね、この長いイニングをね、私はまだまだ投げることはできますよっていうことをね、まあ、アピールすればね、まあ来季、またドラゴンズで投げてくれるかもしれませんね。そして、ライデル・マルティネス選手。まあ今シーズンでですね、複数年契約が切れます。で、まあいろんな新聞見るとね、やっぱりまあ他の球団、他の12球団からね、まあライデルが欲しいっていう声がやっぱあるそうなんですよね。まあそれはそうでもね、もうライデル・マルティネスなんてね、もう12球団でナンバーワンの抑えピッチャーですよね。まあ、ライデルがいればね、9回考えなくていいですし、まあね、チームが強ければ30セーブから40セーブは、まあ、計算できるピッチャーで、まあ、12球団ナンバーワンの抑えピッチャー間違いありません。で、ドラゴンズはね、このライデルをね、絶対に残留をさせないといけません。まあ、いろんな新聞とかね、まあ、ネットを見ていると、まあ、6億、まあ、6億円以上のまあ年俸を払うことができれば、まあドラゴンズに残るんじゃないかって言われてはいるんですけどもね。やはりね、巨人、そしてソフトのバンホークス、そう、ソフトバンクホークスがね、まあもっと大きなね、契約を提示して、まあマネーゲームに参戦する可能性もあるんですよね。だからまあドラゴンズはね、なんとかしてまあこのライデルとね、あと3年、あと3年の複数年契約を結んでほしいと思いますし、やっぱね、ライデルをね、まあ、他球団に渡してはいけませんよね。中日ドラゴンズの、フロント陣の皆さん、お願いします。ライデルと契約をしてくださいね。そして、フェリス選手。まあ、フェリス選手はですね、ちょっと今シーズンあまり登板がありません。まあ、でもね、相変わらずいいボールは投げるんですよね。でもまあ、フェリス選手のね、まあ契約に関して言うと、やっぱりまあ、ライデル・マルティネス選手のね、契約次第かなっていうのがありますよね。まあ考えたくはないんですけどもね、もしも、ライデルがね、他球団に流出をしたら、まあ、フェリス選手はね、まあ、ドラゴンズと契約をすると思いますし、で、ライデルがドラゴンズに残ったら、ちょっとフェリスはね、まあ、来シーズン以降の契約が難しくなるかもしれませんね。ちょっとね、まあ、今シーズンはまあ外国人枠のね関係もあって、フェリス選手はですね、なかなか中日ドラゴンズで登板することはありません。まあでもね、リリーフ陣のピッチャーって一人でも多く欲しいからね、まあフェリス選手と契約する可能性もあると思います。そして育成枠のアルバレス選手ですね。まあアルバレス選手はですね、確かどれぐらいだろう。2年目か3年目ですよね。キューバから来てドラゴンズの育成で。ちょっとね、2軍でもあまりいい話聞かないんですよね。残念ながらね。まあすげえ成長しているってわけでもありませんし、ちょっとまだね、まあ育成には時間がかかるかもしれませんね。だからまあアルバレス選手に関してはですね、来季契約をするんだったら、まあ、育成枠で契約があると思いますね。で、野手に関していきましょう。まず、ビシエド選手。
まあ、ビッシーに関してはですね、今シーズンやっぱり中田翔選手や中島選手を優先するっていうね、すいません、この謎起用、本当謎起用ですよね。立浪監督のこの謎起用によってね、まあ、出番が大きく失っているんですよね。残念ながらビッシーは今も2軍ですよね。で、まあ、来季以降のことを考えるんだったら、まあ、ビッシーだけのか、ことを考えるんだったら、ビシエド選手のことだけを考えるんだったら、まあ、退団した方がね、いいかもしれませんね。他のチームに行った方がね、まだビシエド選手はね、試合に出れそうな気がするんですよね。まあ、あわよくば、まあ、メキシコとか、もしくはね、メジャーのマイナー契約で、まあ、違う国に行った方が、まあ、試合に出れると思うんですよね。ビッシーに関してはですね。で、もしも、まあ、立浪監督が今シーズン限りだったら、まあ、ビシエド選手はまだまだ契約をして、試合に出れるかもしれませんけどもね。まあ、来季以降も、まあ、立浪政権だったら、まあ、ビシエド選手はね、多分もうそんなに使われることがないと私思うんですよね。そうなってくると、まあ、ビシエド選手のことを考えると、他球団に移籍をね、した方がいいかもしれませんけどもね。でも、ビシエド選手ってさ、ドラゴンズの功労者じゃん。まあ、確かにビッシーがね、4番だった頃のドラゴンズってむちゃくちゃ弱かった。本当に弱い。でも、まあ、そんなね、弱いドラゴンズをね、4番バッターとしてずっと引っ張ってきてくれましたしね、一時期はですね、3割4分8厘だったっけ、打点99っていうね、化け物のようなね、数字も残したんですよね。だから、まあ、ビシエド選手が正直言うと、このままね、不遇の扱いを受けて引退、退団っていうのは、まあ、ファンの私としては、ものすごく寂しく感じるんですよね。はい。だから、まあ、ビシエド選手にとって、まあ、いい移籍先のチーム、もしくはね、まあ、ドラゴンズに残って、今シーズン以上に起用されてほしいなって思いますね。まあ、年齢も確かもう34、5歳でね、ベテランにはなってきてはいるんですけどもね、まだ、まだまだやれると思うんですよね。はい。だから、まあ、ベンチにはね、ビシエド選手をね、置いてほしいなって思いますね。はい。で、ロドリゲス選手。ショートを守ることができてですね、開幕直前に支配下に上がったロドリゲス選手ですね、まあ、立浪監督のお気に入りっていうのもあってですね、まあ、来季以降もドラゴンズと契約をすると思いますし、で、まあ、このロドリゲス選手はですね、やっぱ肩がむちゃくちゃいいんですよね。だから、あと守備とバッティングさえね、良くなれば、私はショートとして、レギュラーとして起用されることはあると思いますね。やっぱり持ってる身体能力がむちゃくちゃ高いんですよね、このロドリゲス選手はですね。だからね、このロドリゲス選手がね、もしも一軍として計算できるようになったらね、ますますね、中日ドラゴンズの二遊間の層がね、熱くなるんですよね。これはとても嬉しいですよね。だからそうなってくるとね、まあ、ロドリゲス選手がショートとして、まあ、爆発的に能力が伸びれば、ショート、ロドリゲス、セカンド、村松海斗ってね、もう鉄壁の二遊間をね、組むこともできるんですね。で、セカンドの控えに、板山選手と、あとはあれですね、田中美希也選手ってことも起用ができるんでね、このロドリゲス選手がですね、まあ成長すれば、ドラゴンズはね、ますます強くなると思います。だからまあ、ロドリゲス選手に関してはですね、来季もドラゴンズは契約をすると思います。で、このカリッセ選手、いやー、今シーズンね、まあ、レギュラーとして大活躍のカリッセ選手。まあね、カリッセ選手もね、ひょっとしたらですよ、まああまり言いたくはありませんけども、まあ、金額によってはね、海外もしくは他球団に行ってしまう可能性あるんじゃないかって思うんですよね。今シーズンね、カリステ選手はですね、化けましたよね。2割8分、2割9分、ホームラン6本打っていますからね。はい。だからまあ、カリステ選手はですね、やっぱ年俸を倍増しててもですね、来季中日ドラゴンズはカリステ選手とね、契約をするべきだと私は思いますよね。はい。で、来季はですね、まあ、カリス選手がですね、まあ、3番か6番に座る打線をね、まあ、作ることができればね、もうちょっとね、中日ドラゴンズはですね、まあ、打線が強くなって、チームも強くなると思うんですよね。で、まあ、カリス選手はですね、守らすんだったらもう外野、まあ、外野がいいと思いますね。レフト1本で、まあ、来季は起用してもいいと思いますし、まあ、今季ぐらいからもね、もう外野1本で起用して、バッティングに集中させるってこともね、まあした方がいいと私は思いますね。でもね、まあ保険で取ったカリステ選手がね、ここまで伸びるとは
正直思ってもいませんでした。で次ディカーソン、まあ、ディカーソン選手はですね私好きなんですよね。あのディカーソン選手の好きなプレーはですね走塁なんですよ。あのむちゃくちゃ一生懸命走るんですよね。足はそんなには速くはないんですけども、こういうねあのバッティングが売りのホームランバッターってね、まあ、走塁面をね結構やっぱサボりがちなんですよね。でもねこのあのディカーソン選手はですねまあ走塁の時にですね一生懸命走ってね私心が動かされるんですよね。だからまあねこのディカーソン選手に関して、まあ、来季残留できるかどうかっていうとねちょっとまだ分かりませんね。はい、だからもうこの8月9月で今ディカーソンはホームラン確か3本なんですよね。だからこれがもうねなんとかバッティングが覚醒して6本7本、まあ、シーズンが終わる頃にホームランが6本7本合計打っていればまあ逆転の残留があるかもしれませんね。でもねこのディカーソン選手ってねほんと怪我が多いんですよね。開幕して間もなく腰を痛める、で今も確か2軍に行ったんですよね。その理由が確か腰痛なんですよね。とにかくもうねこのディカーソンはバッティングセンスはあるんですけれどもねちょっと怪我が多いんですよね。だからまあ怪我次第ではひょっとしたら対談あるかもしれませんね。でもねあの能力が高い選手なんでね、まあ、ディカーソン選手もまあなんとか怪我を治して残ってほしいなって私は思っています。で最後この育成のモニエル選手ですね。まあこのモニエル選手に関してはですねちょっとあの私あまり情報がありません。まあ、2軍では試合には出ているんですよね。でもまだね、来日して1年目ですからね、まあ、対談ってことはないと思いますね。もっとね、日本の野球に慣れてもらって、将来はですね、まあ、モニエル選手にはですね、主軸を打ってもらいたいと思いますね。はい、以上ですね。で今紹介した選手の中で、絶対に、他球団の移籍を許してはいけない選手はですね、このライデル・マルティネスとですね、まあ、やっぱりカリステになりますよね。この2人はね、中日ドラゴンズのフロントチームの皆さん、必ず残留をさせてください。もしもね、この2人がね、あのセ・リーグのチームに移籍したらね、ドラゴンズ、ますます勝てなくなってしまうんでね、お願いします。中日ドラゴンズのフロント陣の皆さん、ライデルとカリステ、絶対に残留をさせてください。